ねでいいんですか。いや恥ずかしい。脱いじゃいますね。脱いじゃますね。え？はずい。え？恥ずかしい。脱いじゃいます。緊張ですね。緊張がすごかった。そう。そう。緊張したんです、結構。だいぶ。恥ずかしかったけど、でも、男優さんが、なんかすごいリードしてくれて、やっぱね、でも、そう、すごかったの。すごい。上手ですね、やっぱり。やっぱり上手ですね。まあ、上手っていうのは分かってたけど、すごいね。テクニックがすごかったです。リアルな話。うん。またちょっと次に頑張りたいと思います。はい。恥ずかしかったですけど、めっちゃ恥ずかしかったですけど、気持ちよくさせていただきました。じゃあ今度はちょっと逆に男の人を気持ちよくしてるところを見てみたいんですけど、なんか好きって言ってなかったっけ。あ、好きです。何が好きって言ってたっけ。男性の何をするの。全身を舐めるのが好きです。じゃあちょっと全身舐められるの大好きな人連れてきて お願いします。お願いします。お願いします。これから最後のシーンですね。なんと次は 3P をやるみたいです。初めてです。行ってきます。じゃなくてカシリカの現場に向かいます。では行きたいと思います。どんな方々がいるんでしょうか。楽しみですね。
はこっちみたいです。向かいます。はい、到着しました。よかったです。最後のシーンがの撮影が終わりました。パチ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 、お疲れ様でした。ありがとうございました。めっちゃ疲れた。めっちゃ疲れたけど、でもね、意外と早かった。1日過ぎるのがてかね、結構本当あっという間で、スタッフの方々皆さんがすごくね優しく、みんな気さくに話しかけてくれたりとか、男優さんもすごいなんかこうした方がいいよとかアドバイスをしてくださったり、やっぱりテクニックがあるんで、セックス、エッチってこんな感じなんだみたいな感覚、新しい感覚も自分で気づくっていうかね、そういう感覚も気づけたし、うん、なんかこれからが楽しみだなって思いました。はい、うん、って感じかな、ね、今日はお疲れ様ってことなんですけど、またね次の作品も頑張るのでよろしくお願いいたします。では、はい、ありがとうございました。橋井香乃でした。